ご存知ですか、森永卓郎が財務省の特権階級化と隠された構造を遺言として世間に暴露したこと。今回の動画では森永氏が示す日本社会の真相に迫ります。彼は日本の国民負担率が急上昇し、国民生活に深刻な影響を与えている現実を指摘します。かつては経済国家として知られていた日本が、今や税と社会保険の負担が家計を圧迫する状況へと変貌しつつあります。しかし、なぜこれほどの税負担が増えても我々の生活が楽になるどころか苦しくなっていくのでしょうか。さらに欧州諸国と比較すると、日本が高い税負担に見合った社会サービスを享受できていないという驚くべき事実が浮き彫りになります。高負担にもかかわらず教育費や医療費が高いままでは、家庭への経済的圧力は増すばかりです。森永氏はこうした日本の不公平な福祉制度の背景に潜む構造問題を鋭く批判します。そして今回、森永氏が最も注目したのが、財務省の官僚たちが享受する特権の実態です。退職後も天下りや高額報酬を手に入れる官僚たちの特権がいかに国家財政の歪みを生んでいるかを、彼は具体例を挙げて明らかにします。国民には増税を課しながら、自らの待遇は手厚く守られている、この構造こそが国民の不満の源ではないでしょうか。そして少子化の根本原因もまた、非正規雇用や所得格差により、若者が家庭を持つことに躊躇する状況が作り出されている点にあります。結婚や出産をためらう若者たちの背後には、安定した生活を築けない厳しい現実が広がっているのです。このままでは日本社会の基盤そのものが揺らぎかねません。森永卓郎が問題提起するのは、決して一過性の現象ではなく、我々全員が向き合うべき日本社会の本質です。果たしてこうした構造的な問題を前に、我々はどのように未来を見つめるべきなのでしょうか。それでは森永卓郎さんの日本の国民負担率の上昇とその影響についてから始めましょう。ここ数年、国民負担率が右肩上がりに増加していることが、日本社会に深刻な影響を与えています。この負担率とは、国民が納める税金や社会保険料の割合を指し、日本人の生活の質や経済活動にも直接的な圧力をかけています。かつて日本は比較的軽い税負担が特徴の国でしたが、その面影は今や薄れつつあります。現在、国民の可処分所得、つまり手元に残るお金が目に見えて少なくなっており、消費が停滞するという現象が起きています。家庭の支出が抑え込まれると、経済全体もまた停滞してしまうのです。日本の国民負担率はここ数年で他国と比べても高い水準に達しつつあり、このことが国民生活に様々な負けの側面をもたらしています。2010年度の国民負担率は約 37% で、国民の収入のうち3割以上が税金や社会保障費に回されていました。しかし2022年度にはその数値が 47.5% にまで上昇し、国民の収入のほぼ半分が税や保険料に充てられている状況です。これにより家庭の家計は年々厳しさを増しており、手取り収入の減少は家庭の消費意欲を押し下げ、経済活動を弱体化させています。この負担増は経済的に厳しい層に一層の負担を強いる構造を生んでおり、国民の間に不公平感を助長しています。他国と比較するとこの状況はより顕著になります。例えばアメリカでは国民負担率が日本よりも低いため、アメリカ人は日本人よりも多くの収入を消費や貯蓄に回すことができます。イギリスもまた国民負担率が日本よりやや低く、経済活動において大きな自由度が保たれています。一方、スウェーデンやドイツ、フランスといった大陸欧州諸国は日本よりも高い負担率を示していますが、これらの国々では教育や医療、社会福祉において非常に手厚いサービスが提供されています。高負担に見合った高福祉を享受できるのです。しかし日本の場合はどうでしょうか。負担率の上昇にもかかわらず、社会保障や教育といった分野のサービス水準は欧州諸国と比べて格段に劣っています。
日本の教育費は家庭に大きな負担をかけ、医療費もまた決して安くはありません。このような状況下で、日本は重税国家としての色彩を強める一方で、国民が享受する福祉サービスは限られたものとなっているのです。国民は高い負担率に応じたメリットを感じにくく、これが重税だけが増えてサービスは改善されないという不満の温床になっています。このような高負担の問題に加え、日本経済は長らく低迷しているため、負担増がさらなる経済の悪化を招いているのが実情です。森永氏は、税負担の増加が消費を抑え、企業業績にも負けの影響を与えている点を鋭く指摘します。国民が消費を抑制せざるを得ない状況では、当然のことながら企業も売上を伸ばすことが難しくなります。結果として、企業は人件費を抑制し、賃金の伸びも鈍化します。この悪循環が、国民の購買力の低下を招き、デフレが長期化する原因にもなっているのです。また、政府が進める増税路線には、財政再建を名目とした官業主導の政策が色濃く反映されています。国民が日々の生活費を節約する中、政府は一方的に増税や社会保険料の引き上げを推し進めており、まるで国民の意見を無視しているかのようです。この姿勢が一部の批判者からはカルト教団のようだと揶揄されるゆえんです。官業たちの特権的な立場や好待遇が、こうした強硬な増税路線を支えていると見る向きも少なくありません。国民負担率の急激な上昇が意味するのは、家計の余裕が減り、消費や貯蓄に使えるお金が少なくなっていることです。これが長期化すればするほど、若い世代の消費意欲が低下し、経済成長の基盤が揺らぎます。次は森永卓郎さんの欧州諸国と比較した日本の社会保障と税負担についてです。日本の国民負担率が高まる一方で、欧州諸国と比べた際に浮かび上がるのは、同じ税負担を負うとしても、日本はそれに見合った社会サービスが十分に提供されていないという現実です。これは日本の重税国家化が進む中で、国民にとって大きな不満となっている問題の一つです。欧州では、スウェーデンやドイツ、フランスといった国々が高い税負担と引き換えに手厚い福祉サービスを提供しており、教育費や医療費なども大幅に抑えられています。これらの国々の国民は、高い負担率に見合う形での恩恵を享受できており、特に教育や医療といった生活基盤に関わる部分での支援が手厚いのです。例えば、スウェーデンやドイツでは高等教育の学費がほとんどかからず、医療費も日本と比較して非常に安価で提供されています。これにより、家庭が教育費や医療費に悩まされることが少なく、安心して子育てができる環境が整っています。一方、日本では社会保障制度が欧州に比べて薄く、国民の生活基盤へのサポートが不十分です。教育費に関しても、大学進学には多額の学費が必要となり、家庭の負担は非常に重いものとなっています。奨学金を受ける学生も多くいますが、これが卒業後の返済負担としてのしかかり、若者たちが社会に出る際の足かせとなっているのが現状です。医療費についても、自己負担割合が高く、特に高齢化が進む中で医療サービスへの依存度が高まる中、家計への負担が増加しています。これに対し、欧州諸国では高い税負担に見合った医療費の軽減がされているため、家庭の経済的負担は日本と比べて格段に低く抑えられているのです。また、年金制度においても、日本と欧州諸国の格差は顕著です。日本では年金の支給開始年齢が引き上げられる動きが進んでおり、国民は現役時代の長期間にわたり社会保険料を支払わなければならない一方で、老後に受け取る年金額は欧州諸国よりも低い水準に抑えられています。これに対し、スウェーデンやドイツでは年金の支給額が比較的高く設定されており、高齢者の生活保障が充実しています。日本の年金制度では、現役世代の収入が限られているにもかかわらず、高額な社会保険料を支払い続けなければならないため、若い世代が経済的に圧迫されています。これが、少子高齢化が進む日本では若者が結婚や出産をためらう一因ともなっているのです。さらに、
住宅支援や子育て支援策においても欧州諸国との大きな隔たりが見られます。フランスでは子育て支援に関する助成金が充実しており、児童手当や育児休暇制度が整備されています。スウェーデンもまた育児休暇を取得しやすい制度が整っており、両親が安心して子育てに専念できる環境が提供されています。しかし日本では子育て支援が不十分であり、特に保育施設の不足や高額な保育費が親たちの負担を重くしています。育児と仕事の両立が難しいため、多くの家庭が出産や子育てに慎重になり、少子化の進行を加速させる要因となっています。このように日本では高い税負担にもかかわらず、福祉制度が欧州諸国に比べて貧弱なため、国民はその負担に見合ったサービスを享受できていないと感じています。次は森永卓郎さんの財務省官僚の特権と官僚優遇の構造についてです。日本の官僚制度は長年にわたり国の財政や政策の舵取り役として重責を担ってきました。しかしその内情には驚くべき特権や待遇が存在しており、一部の官僚たちが特権階級としての地位を享受している実態が浮き彫りになっています。これが財政再建や増税を国民に一方的に押し付ける形で行われ、国民からの不信感を集める要因にもなっているのです。日本の財務省は特に厳格な組織として知られていますが、その内部には非常に優遇された待遇が用意されています。例えば財務省の幹部官僚が退官後に再就職する天下り先として日本銀行総裁などの要職があり、総裁の年収は3500万円を超える水準です。国務大臣の年収を大きく上回るこの待遇は民間企業ではまず見られないほどの高収入です。さらに財務省の官僚たちは退官後別の天下り先に再就職し、多額の退職金を何度も得るという渡りと呼ばれる慣習も存在します。こうした構造によって彼らは民間の労働者とはかけ離れた生活水準を維持しているのです。また財務省の官僚たちは政府の財政政策に対しても大きな影響力を持っています。増税や社会保障の引き上げなど国民にとっては重い負担となる政策が次々と導入される一方で、官僚自身の待遇改善にはほとんど手が加えられていません。これは国民には痛みを強いる一方で、官僚自身はその影響をほとんど受けることがないという矛盾を生んでいます。特に財務省が厳しく推し進める増税政策について、一般国民は生活費の負担増を受け入れざるを得ない一方で、財務省の官僚たちはこうした政策の恩恵を自ら享受していると言えるでしょう。さらに官僚の給与体系にも特権的な側面が存在しています。日本の国家公務員の平均年収は約680万円で、これは民間企業の従業員の平均年収をはるかに上回っています。この背景には大企業の正社員の給与水準に合わせて公務員の給与が設定されているためです。しかし現代の日本では非正規雇用の増加に伴い、大企業の正社員だけが給与水準を左右するべきではないとの指摘が強まっています。それにもかかわらず官僚たちの給与は依然として高く維持されており、その格差は民間労働者の不満をさらに煽っています。また財務省の官僚が持つ特権は定年後にも及びます。日本の民間企業では定年を迎えると再雇用の際に給与が大幅に減額されるケースが多く、60歳をよぎれば給与が半分以下になることも一般的です。しかし国家公務員は異なります。たとえ定年を迎えても60歳時点の給与の7割が保証されているほか、短時間勤務を選択することも可能です。さらに国家公務員の定年退職者には手厚い退職金が支払われます。2021年度の国家公務員の平均退職金額は2600万円で、大卒の民間企業従業員の退職金額を大きく上回っています。このような優遇措置が官僚たちにとっての大きな魅力であり、国民との格差を広げる要因になっています。官僚優遇の仕組みには財務省以外の省庁も少なからず関与しており、
日本の官僚機構全体が一種の特権階級として成り立っているのが実態です。国民が生活費を節約し、将来への不安とともに日々の生活を送る中、こうした官僚たちが贅沢な待遇を享受している現状に多くの国民が違和感を抱いています。財政の健全化を国民に求めるのであれば、まずは官僚自身がその待遇や特権を見直し、身を削る覚悟を見せるべきとの声が広がっています。最後に、森永卓郎さんの少子化問題と非正規雇用、所得格差の影響についてです。現在の日本社会において少子化は深刻な問題として認識されていますが、その背景には単なる出生数の減少を超えた構造的な課題が潜んでいます。特に非正規雇用の増加や所得格差の拡大が若者たちの結婚や出産に対する意識や行動を大きく左右しており、少子化を一層加速させる要因となっているのです。まず非正規雇用の問題について考えてみましょう。非正規労働者の賃金は正規雇用者と比較して著しく低い水準にあり、安定した生活を築くには不十分な場合が多いです。実際に非正規雇用の男性の平均年収は約170万円で、これは結婚を望む若者たちにとっても現実的な選択肢から外れる要因となっています。現在の日本社会では安定した職と収入が結婚の前提条件とされていますが、非正規雇用の増加によってその前提が崩れ去りつつあるのです。こうした現状が続く限り、若者たちが将来に希望を抱き家庭を持つことが難しくなります。次に所得格差の問題も見逃せません。日本では高い収入を得られる職業と低収入に甘んじざるを得ない職業の格差が広がり続けています。特に若年層の非正規雇用者は正社員のような給与水準を得ることが難しいため、所得格差が固定化されているのです。例えば年収500万円以上の男性の既婚率は高くなっていますが、年収200万円未満の男性の既婚率は著しく低い水準にとどまっています。結婚や出産は経済的な基盤があってこそ成り立つものであり、この格差の広がりが若者たちの家庭形成を阻害する大きな壁となっています。さらに政府の少子化対策がこの問題に十分に対処できていないことも指摘されています。例えば出産一時金の増額や保育サービスの拡充など表面的な子育て支援策は導入されていますが、根本的な問題にアプローチできているとは言えません。つまり非正規雇用の待遇改善や最低賃金の引き上げといった所得格差の縮小に向けた対策が不足しているのです。こうした政策の欠如が非正規労働者が経済的に安定しない状況を固定化させ、結果として結婚や出産を遠ざける要因となっているのです。また日本の少子化対策には政策立案を担う官僚たちの偏った視点も影響していると考えられます。高学歴で高収入の官僚たちは自らの生活スタイルや価値観をもとに子育て支援策を考える傾向があります。例えば国家公務員を対象にしたベビーシッター利用補助事業では年間最大63万円もの補助金が支給されますが、この制度の恩恵を受けられるのは主に高所得者層に限られています。結果として一般の非正規労働者や低所得者層にはこうした恩恵が行き渡らず、少子化の根本原因に対処できない状況が続いています。こうした政策が少子化対策として適切かどうか疑問の声も少なくありません。こうした少子化問題を背景に日本社会は子育て環境の改善が急務とされています。しかし現在の政府の対応は表面的な支援策にとどまっているように見えます。今回森永卓郎氏が暴露した財務省の闇ともいえる官僚たちの特権構造と日本が直面する重税国家化の実態について考えさせられた方も多いのではないでしょうか。日本では表向き財政再建と称されながら、実際には国民に負担がのしかかり、真に負担を感じるのは私たち国民一人一人です。高い税負担が国民生活に直結している一方で、国家公務員の特権や高待遇は未だ手厚く保護されています。この現実に皆さんはどう感じられたでしょうか。
森永氏の指摘にあった官僚優遇の構造的問題はただの陰謀論ではなく、私たちの税金がどのように使われているかという真実です。日々生活が苦しくなる中、増税や社会保険料の引き上げが続く現状では、自分たちが払った税金は一体どこへ向かっているのかという疑問を抱かざるを得ません。皆さんの周りでも同じような不安や疑問が広がっているのではないでしょうか。そしてもう一つ見逃せないのは、少子化が進む社会で若者が安定した家庭を築けない状況が続いていることです。非正規雇用や所得格差が固定化され、結婚や子育てに踏み切れない若者が増えていますが、その裏で官僚たちは特権的な待遇を享受しています。この現状を放置することで日本社会が一層脆弱化するリスクは避けられません。皆さんはこの問題についてどのように考えますか？コメント欄では、森永氏の指摘が本当に日本社会の問題を改善できるのか、また政府がこのまま重税路線を続けるべきなのかについて、ぜひ皆さんの意見をお聞かせください。